さらし農園339日目でございます。もうすっかり日が落ちてしまいました。ただ特に報告することは何もないという、そういう感じですね。例えば先週は茎ブロッコリーを収穫してました。茎ブロッコリーを収穫してグラタンを作ってましたけど、4日ぐらい前に作ってましたけど、またすぐ復活してる。すごい成長力です。はい、ってな感じで、まあ、今週は特に伝えることはないですね。茎ブロッコリーを食べたってだけですね。あ、結構玉ねぎが育ってるな。別にこそこそ喋る必要ないんですけどね。はい。まあ、仕事が始まったんでね、帰る日が遅くなることもあるということで、まあ、今日は特別遅く入りだったのでね、遅く帰ってるんですけどね。こんな感じです。まあ、私の家の方はね、まあ、暇があったらやってくって感じですけど、あんまり時間ないな。はい、そんな感じです。ほなまた。